あれ、どうもさ、どっかでスパーンと死にただけになるのってないの？ありますか？ちょ、その辺聞かせてくれる？死にはまた、うん、それから歌はもうちょっと粘っていいの？ニッパーン！ニッパーン！どうするアフター、はい、粘っていいの？はい、ちょっと表で聞くね。ダッ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 サーンっていうの。チャージだけ打ち、じゃあ打ちます。ハイハット残しただか、シンバルのなんかシャッ、なんかこうスパーンと切れたパンツにぶち込んで。やってきます。まあ、今日はやらないぞ。もうちょい更新煮詰めてから、ずくずくと煮詰めてから。というふうに思ってますかね。はい。はい、よし。さあ、よし。お願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はいよ、このままなんでちょっと動いて、はい、あのパフォーマンス頼むね。よし、はい、行きましょう。さすが。はい、レディーゴー。もうちょっとしたら盛り上げます。今持ってきました。無事生還しました。エネルギーが弱まってるから、ほら、熱でも出さないとな。やりすぎるからついついステージを。今日はもうやるよ。東京行くぞ。一生懸命ギターを吹き鳴らしてみんなと歌いながら生きてきた。コロナだってそうだよ。震災の時もそうだった。ギターを吹き鳴らして拳を上げて希望の灯火をつけてね、そして日本の空を思いっきり天高く拳を突き上げていくと、そういうような形でみんなこれからもやっていこうぜ。頼むぞ。It's alright。 たった一つの幸せを信じてきたんだ。一晩中暗闇のハイウェイ、たった一人で無我夢中、泣きながら走った。たやすく希望なんてあるわけないかな。中身取り出して夢を追いかけた。リボンリボンリボン、人は何度でもリボンリボンリボン、生まれ変われるさ。最高でした。最高です。コロナが入ってからケアから復帰して、いつも通りのパフォーマンスしてくれて、もうそういうところがやめないんですね。まさかここまで元気なパフォーマンスをするとは思わなかったですね。やっぱり体調の面もあるので、いろいろとちょっと変わるのかなと思ったんですけども、今まで以上にパワフルな公演だったので、すごい良かったです。
いや今日強しのことを僕がちょっと取りに掴みに行こうと思ったんですけど、逆にもう掴まれてしまいましたね。もうちょっと負けました、ね、今日僕は。今日初めての公演だったんですけど、とてもとても元気になれてとても感動しました。ありがとうございます。私もいつも強しさんが大好きで本当に感動しました。強しさんのテンションが高くて最高でした。びっくりしましたね、あんな迫力があるものと思わず。すごい楽しかった。泣きまくりました。13歳の娘と2人で来ました。コロナから回復したばっかりと思えないくらいパワフルなステージで感動しました。強しさんがおっしゃって魂と魂の会話っていうのがすごくできたような気がしました。コロナに負けず頑張ってください。強しさんコロナに勝ったからうちらも勝つ、頑張ろう。強しさんとか勉強これからも頑張って今回は長渕さん自身がコロナにかかってしまったからこそ伝えられることもあると思うし、それでやっぱ前に進んでいかなきゃいけないんだよっていうのをかかった本人がこう伝えるっていうこと本当に大事だなと思ってて、それにこう参戦できたことが本当に嬉しいし、本当にもう一生長渕さんについていきたいなって思いました。すばらしい。生まれ変われるさ。